はい、今日はね、つけ麺食べに長岡屋さん来ましたよ。この前ラーメンでしたけど、今回はつけ麺。つけ麺もいろんな種類があるんですけど、個人的に好きな今日はごまつけ麺。これをね、いただきます。味玉トッピングでいただきました。せいチャンネル。はい、こういうね、ラーメン作る道具綺麗ですよね。あの、本当に衛生的綺麗なね、ラーメン屋ってね、楽しみですよね、味もね。はい、来ました。見てください。もう美しい。色も美しい。ね、もう絵になりますね。はい、もうごまだれとこのごまのね、粒もいっぱい入ってますけどね。意外とね、でもね、さっぱりしてます。つけ麺っていうと、ドロってイメージがありますけどね。さらっとしてる。はい、味玉もね、半玉ついてたんだけど頼んじゃいました。はい、トロトロね。この全粒粉、この小麦粉の麺が太麺なんだけど、そのままでも美味しい。ね、これをですね、ごまのね、つけ麺にね、合わせて、いただきますと。はい。絡むんですね、意外とね、太麺ですけどね。はい。この、ほろほろのチャーシュー、見てください。油がね、光ってますよ。トロトロ。また、このね、卵がね、中からね、黄身の汁がね、ふわーっと出てきます。はい、あっという間に完食です。せいチャンネル。はい、最後はね、お湯割りしていただきました。またこれがね、さっぱりして美味しい。締めにいいですよね。はい、はい、今日はね、こちらの方の味噌ラーメンもいただきましたよ。またこのね、チャーシュー、これがね、味噌ラーメンに合うね、チャーシュー。多分同じチャーシュー使ってんですけどね、味噌ラーメンのが合うのかな。またね、このお肉と油のね、間にね、味噌味がね、染み込んでね、またね、先ほどのね、チャーシューと味全然違うんですよね。こんなにもね、変貌するのね、味がね、美味しい。これも。はい。はい、そしてね、味噌ラーメンは縮れ麺なんですよね。ラーメン細麺だったんですけどね、考えられてます。あっという間に完食です。さあ、評価は？結局どちらも美味しいのよ。もう食べ過ぎたからね、ちょっと歩いて帰ります。じゃあねー。